はい、皆さんこんばんは、スマホ配信者のグッズでございます。今回ね、完成したんですけども、フギアライズメカニックスのドラえもんですね。これ何年かな、2020年ぐらいかなに発売したやつで、21年ぐらいかなかもしれんけど、それのね、メカニックスなんで中身が見えているドラえもんがね、完成したので見ていきたいと思います。出来上がったのね、この残骸しかないんですけども、ちょっと待ってね。これは一回置いといて。で、こう、ドラえもんがね、こちらになります。こんな感じね、ポケットはちゃんとアニメ基準でちょっと開いた感じで、手がこうちょっとね、ぐりぐり動きます。あとは動かない。ここがね、変形というか、まあ、座らせるタイプの時にちょっとね、稼働するっていう感じなんですけども。あと、メカニックスの中身が見え、後で見せるんですけども、まあね、つなぎ目がね、こう、あらかじめちょっと見えてるのが特徴かな。あと尻尾とかもね、まあ、分割するとね、ちゃんと導線とか入ってるんだけど、そこはめんどくさいんでやりません。こんな感じで首がね、回りますね。で、こう、丸とね、ここをか、ここを開くか。これを取ると、席。これが取れます。取れると、こういう風にね、中の構造がね、バカって分かりくて、まあ、足もこう取れるんですよね。で、これも、まあ、こんな感じで、まあ、手とか取れるのがめんどくさいんで、これで中身がわかります。で、顔がね、あ、取れちゃったな。取れちゃったな、取れちゃった。これを、こうま取ると、こういう風にね、中身が一応見れる、確認できます。で、すごいのが、この商品なんですけども、クリアパーツっていうのが、ね、元から一式入ってまして、まあ、これで引っ張ります。まあ、クリアパーツをね、付け替えることによって、クリアパーツ型のドラえもんをすることができるんですよ。まあ、よいしょ。まあ、これが頭ですね。頭はここの溝と、ここの溝を合わせる感じ。こんな感じ。で、顔をはめる。このままはめ込める。ちょっと待って。これがさ、こう。あ、ここはまってない。こんな感じではめて、これをはめる。で、この状態で、前のドラえもんの、ここは後ろから押すと取れちゃうので、で、このままこれをはめる。こんな感じですね。で、ここはね、こうやってパカッと外せるためのやつで、これが前かな。この、後ろかもしれない。逆か。ついてる方が後ろやった。逆やったっけ？逆だな。ついてる方が前ですね、多分ね。向きが決まってたような気が。入らん。逆やったっけ？なぜ入らんの？あ、こうか。後ろだ。これで入りますね。体は、このまま、これを取って、これ後ろも取って、取ります。で、まあ、手ついたままでいいんですけれども、これが、こうですね。これを、中心に、ここはめて、これでカチッと。カチッと。で、これの首輪の透明がないので、このまま、ここに接続。こうか。あ、ここまずつけんのかね。これは、取れたっけ？これ取れたんか。こう多分取れたと思う。ここ取れんね。ここ取れん。ここね、ちょっと取れにくいかな。後ろから押せたっけ？ここで取れたっけ？取れたっけ？ちょうだい。どれみたいな形。ちょうだい。あ、取れたか。取れたか。そう取れん。で、これをここ。これさっきあれだね。ここをさっきつけてから、ここをはめて、で、これをはめる。で、足は透明なくて、このままなんで、どっちやったっけ？こっちだと思うんだろうね。こんな感じ。では、一応ね、変えれます。これは中身外さずに、中身外さなあかんのか。これ取って、違うわ。このまま抜けれるんか、多分。
どうやったっけ、多分抜けれたはずやねん。多分抜けれると思う。抜けん。抜けん。あ、折れた。折れてしまったな。もういや、やっちゃった。ちょっと待って。やっちゃったな。どうなってた？これ折れたな。放送事故や。うん。あ、違う。ここパカッとしなかった。忘れた。だからや。これ、ここ取らなか。だから取れんね。ああ、あと取れたんだ。あれは修正さ。こんな感じやね。俺が寝ぼけてたな。そうそう。ここが、左やったっけ？これ右かな。こんな感じか。これは折れたんはもうしゃあないね。俺のミスですね。こんな感じで。よいしょ。これはまあ、手がもう、ここ折れたんで、こんなしとこうか。ここはほんま変えなあかんけども、ちょっと多分これ以上、これがいけるか、ちょっと待って。これがさ、もうほんまはくっついてたんが、ここを多分ね、外さなあかんか。なんせ完成してから1日経ってるからさ、じゃあね。そう、ここ外して、これを引っ張ると取れる。で、折れたけど、ここに、折れても多分、大丈夫。これが、こう。こうだけど、これが一応、折れても、つけるじゃん。で、これもつけるじゃん。こうやって。で、ここで、ロック、ちょっとロック、軽いロックされるかな。あ、どうされんかった。無理か。無理だ。ちょっと待って。無理だな。ここ、ボンドでくっつけるかな。うん、こんな感じで。うん、トラちゃんが、トラちゃん、あ、いけた、いけるわ。もうこれでもそっとしといた。で、あと顔はめたら完成。尻尾だ。反対向いて。ちゃんと作ってたのに。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。そうなるなんてさ。大丈夫、大丈夫。あ、大丈夫。大丈夫？大丈夫やって。ちょっとぐらい。ちょっと違和感ある。大丈夫、なんでやねん、ほら。手触らんかったら落ちへんかったら大丈夫。大丈夫さ。こう。こう。また言わなきゃ。大丈夫だーって。ごめん。こんな感じでね、クリアパーツにすることができます。元に戻す。これはまあ仕方ないかな。これでもあれだぜ。ここ、こっちだと硬いから、多分いけるんで。これが忘れてた。あたたた。はめて。これはまないです。ここさ、見にくいな。これハマってる？ハマってるのかな？で、このままこれはめたね。ここは止まらんな。さっき止まったのに。これがここを、そう、ここを外さなあかんかったのね。このまま回したからあかんかったの。すっかり忘れた。これは下からこうすると、多分取れる。あそこはちょっとボンドでまた修正できんな。まあ、しよう思ったらできるからいいや。テープで止めるかとか。よいしょ。で、頭はこのまま外したら取る。これで取って。よいしょ。で、このまま、ドラえもんのここに接続。ここも接続。で、顔をはめる。で、頭は、これが後ろだね。このチョボが、チョボいうか穴開いてるとこ後ろで、ここにはめるとはまる。で、顔は後ろから外すと、ここでつける。体は多分このままいけんな。これ外して、これを外して、外すでしょう。あ、しまった。尻尾までいってます。で、これをはめて、これもはめる。
で、足元に戻して、で、お腹ですね。お腹は、どうやって外してたの？ここまでも、引っ掛けなしゃあないもんな、ここ。ここの、ここから多分ピンで押したら多分取れるんだけど、こんなんでやると折れん。うん。これでいけるね。まあ、どっちか組むときにどっちかを選んで組む方がいいかな。で、ポケットはちょっと別パーツになってて、ちょっと空いてる感じになってんのね。うん。ドラえもんってちょっと空いてんじゃん。ちょっと高い。こういう風に。で、頭はめて、頭じゃなくてか。これはめて、スーツはめて、頭はめて、で、ここの後ろは一応これで、どっちかに、うん、隠せれるので。で、手をはめて、で、折れた手をはめて。で、尻尾を落とせば、ドラえもん出来上がりと。ここの位置がわからん、ここか。この手はね、別のタイムマシン乗るときに、乗せるときに使う手と、ここがさ、これを取って、出たっけ？このまま曲げてやったっけ？こうか。でから、これ挟んなあかんかったっけ？挟んでよかったな。多分挟んでよかったと思う。ここにさ、こうやったら、これが、これがさ、これで座ってるドラえもんができちゃうと。うん、これでタイムマシンを、に、別塗りのタイムマシンにこう、乗せることができる。足が、ちょっと違和感あるけど、こんな感じで。変形ができる。この丸いとこが外側になるので、まあこんな感じで。はめてから持ってみます。手で戻ります。手はもう、まあ、放送事故の場合や。こんな感じでドラえもんね、出来上がりですね。遊べる工夫がね、結構してる。ああ、鈴ってどこについてた？下か。で、このね、商品が、ちょっと残念なとこがあって、ちょっと待って、すずや。このさ、やっぱ頭の成形色のこの、まあ、へっこみとかがさ、やっぱりいろんなとこの感じが目立ってて、こことか。うん。まあ、昔やからちょっと仕方ないのかな。でね、もう一個遊べるのよね。このね、モザイクの神戸でね、買った、ツボプリンに頭がね、そう。第三の携帯でね、こう遊べんのよ。ね。こんな感じで。可愛くない？うん。乗せてるだけやけど。ツボドラ？ツボドラって何？ドラミちゃんもね、その時で、まあね、多分高してもないね。そう、高いともあっても。うん、な感じで。ドラえもんは割とね、まだ未だにたくさんあるので、まあ、気になる方買ってみてください。構造とかもバチッシュ載ってるんで。今回以上ですね。グッズでした。また見てな。じゃあね。バイミー。